それはバカにしてるでしょ。気持ちを切り替えて頑張るよ。他にも出たいイベントはたくさんあるんだから。ああ、でかいイベントじゃなくても私たちがすることは一つだけだからな。私たちらしい最高のライブをしよう。そのためにはしっかり準備だよね。気の抜けた返事。ごめんごめん。なんだかクラスのみんなの視線を感じるような気がして。視線？言われてみればそんな気も。気のせいかな。こっちを心配そうに見てるような。朝から気味が悪い空気だな。変な感じだよね。よーし、ちょっと聞いてくるよ。あ、ひーちゃん話しかけた。私たちに言いたいことがあるなら直接言いに来てくれればいいのに。一体何なんだろうな。あんまりいい話じゃなさそうだけどね。うん？ひまりちゃんなんだか驚いてるみたいだよ。ホームルーム始まる。え、なんだかわからないままか。めちゃくちゃ気になるぞ。とにかく席に戻らないと。詳しい話は休み時間に聞こうよ。は？この前のことが噂になってる？それってメロディックレインのオーディションの時のことだよね。うん、私たちがプロデューサーさんと話してる時のことが SNS で広まってるらしいんだ。あの時周りに他のバンドの子たち結構いたもんね。ランがバシッと言ってくれたやつか。噂になるくらいかっこよかったってことだな。え？そういう感じじゃないよ。あの後オーディション中止になっちゃったみたい。ん？どういうこと？実力で見てくれないのかって他のバンドも騒ぎ出して中止することになったんだって。1限目にこっそりスマホで調べてたんだけど、そのトラブルの原因になったのが私たちだって書かれてて。え？それでクラスの子たち私たちのことも心配してくれたみたい。そうだったんだ。ま、その通りだけどね。別にいいんじゃない？間違ったこと言ったつもりはないし。ああ、オーディションが中止になったのは悪い気がするけど、でもあんな風に言われてる子たちを放っておけないだろう。うん、そうだよね。ランちゃんもかっこよかったけど、ひまりちゃんもかっこよかったよ。え？私？ひーちゃん、真っ先に飛び出していったもんね。あれは、あの子たちが何も言えなくなってるのを見たら、なんとかしなくちゃって思って。っていうか、巻き込んじゃってごめんね。別にいいよ。私たちもひまりと同じ気持ちだったし。まあ、こんな噂気にすることないって。私たちはいつも通りライブのこと考えよう。そうだね。うん、今のはこんな感じで十分かな。すごく素敵なアレンジに仕上がったね。早く次のライブでやるのが楽しみだよ。ライブといえば、次に出るイベントどこにするかもう決めた？気になってたイベントに申し込んではいるんだけど、ほとんどダメで。え？ほとんど？どういう
ことなの？それがどこももう出るバンド決まっちゃったらしいんだよ。でも一つや二つじゃないんだよな。それが急にどこもダメになるっておかしいんじゃないか。とんでもない偶然。こんな偶然ある？ねえひまりちゃん、ほとんどってことはまだわからないイベントもあるってことだよね。うん、あるよ。あと一つだけ、ちょうど今日返事をもらえることになって。あ、噂をすれば。ちょっと待ってね、今返事を見るから。ちょっと嫌な予感するね。うん、それで返事は何だって？イベントへの参加は見合わせてもらえないかって。それって出演お断りってこと？うん、あのオーディションの話を気にしてるみたい。私たちのことはよく知らないけど、トラブルになる可能性があるバンドに出てもらうのはリスクがあるって。もしかして他のイベントもそれが原因なんじゃ？そんな感じするよね。遠回しに断ってるような言い方じゃん。そういえばひまりが出たいって言ってたイベント、出たことないライブハウスのイベントだもんな。私たちのことよく知らないなら、めちゃくちゃトラブルを起こすバンドだと思われてるのかも。そんな、どうしよう、出ようと思ってたイベント全部なくなっちゃった。今はいろんなライブハウスでたくさんライブしてレベルアップしたい時なのに。あ、それなら私に当てがあるかも。え？前にライブで一緒になった他の地区のバンドとちょくちょくやり取りしててさ、今度主催ライブをするから出てくれるバンドを探してるって話してたんだ。あの子たちなら私らのこともよく知ってるし、入れてもらえないか話してみるよ。それなら知らないライブハウスで刺激をもらうこともできそうだね。大げさだって。でも出るからにはしっかり熱いライブにしないとな。